はい、こんにちは、道端です。というわけでですね、すっかり日が経ってしまったけど、村の方ももう春から初夏へと移りつつあって、2021-22 のね、空から超超絶体験、春の陽気シリーズも終わろうとしています。村の方もね、裏の田んぼ、すぐそこ田んぼなんですけど、おじさんが草刈りをしてはりまして、稲刈りちゃう、あぜ道の草を刈って、ちょっと音入ってると思うんだけど、さすがにそれやめてくれとは言えないですね。そんな今日この頃いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、このアサギマダラ、冬とか寒い時に成虫になってしまった、浮かしてしまったらどうしたらいいかというのをお伝えしたいなと思います。で、最後の方にね、これもね、成虫を観察してたらすごいまた超絶ポイントを見てしまった、顔面パカッと割れるようなね、様子を見てしまったので、最後までぜひ見てください。それでは後ほど、 See you 久々。ちなみにこのチャンネルは自然環境調査の仕事を13年して日本中の憧れ生き物に出会ってきた後、今は岡山県の人口1500人の辺境の村西アークラ村に暮らし、鹿の解体などをしている僕が、かつての僕のような生き物大好き少年少女やそのお父さんお母さんに出会ってほしい生き物やその探し方を紹介しながら、その子供たちは一体どこへ向かえば幸せなのかを探求していくチャンネルです。はい、いかがだったでしょうか。冬にね、冬とか寒い時期に羽化してしまったら、成虫と一緒に過ごしてほしいんですね。で、どうやるかというと、画像でお見せしたようにストローをね、チュルチュルチュルって伸ばしますね。で、それでちょっと人間が甘いって感じる砂糖水、もしくは、僕の場合カルピスウォーターをね、3倍ぐらい薄めたやつとか使うんですけど、まあ、ちょっと甘いぐらい、人間だと甘さ物足りんぐらいのね、液にそのストローの口をつけてください。もしくはね、すごい不思議なことがあって、前足にね、味を感じる感覚があるっていうんですね、アサギマダラの前で。前足をちょっとつける、だ、正確に言うと前足で言うと、本当の前足はね、こうやって折りたたまれてるんで、真ん中の足ですね、英語ではね、フォーレックスっていうこの足言うんだけど、アサギマダラ4つしか足ないように見えますね。実は前の本当の前足、こうやって折りたたまるとほとんど出てこないんですね。そのだから真ん中の足をちょっとつけてやると、チュルチュルと自分から伸ばしたりします。で、餌を吸い出します。もう一回見てください。ドン。でね、しばらく吸っていくと、まあまあ5分ぐらいかな、吸い出すとね、分かります。ちょこ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 って動くからね、口の先が。で、お腹が膨れていきます、ぷくってね。で、まあまあ5分とか10分とか経つと、ちょっと落ち着かなく、ガヤ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 しだしますね。そうしたらもういいんかなっていう時期です。その様子見てください。ドン。ちょろちょろしだした、うん、はい、これでこれね、あのガヤガヤになり始めた時にすごいことに気づいたんだけど、蜜を求めてね、右とか左とかに行く時にアサギマダラの顔面がパカって割れるようにね、横に分かれてる様子を、超絶ポイントですね、また発見してしまいました。その様子、今回ね、やっぱりゆっくり観察したことで分かりました。その様子をどうぞ見てください。ドン。
はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。これでこの飼育の方法でよくね、当初から超絶体験を体験してくださっていろんなアドバイスをくださる K さんなんかはね、100日以上蝶々を飼育したりしています。大人になってからね、100日ってことは、もう3ヶ月以上ですね。まあすごいなと思いますけど、で花の多くなった時期に放すということをしていただいてます。あとはね、飼育する場所ですけど、これね幸い粉がつかない蝶なんですね。だから超絶体験のキットにも入門にも美しいしね、一番いいと思ったんだけど、だから部屋で放し飼いしてみてください。おすすめですね。本当になんか蝶と暮らすという感じで、壁にピンとね止まっても、 T さんとかはね一番初心者の方でしたけど、放し飼いで1週間とか平気で楽しく暮らした後放つということをされてました。その様子もちょっと見てください。ドン。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。というわけで今期ね、2021-22シーズンはほぼ終わりですが、アサギマダラのキットはね、一番嬉しかったのはうちの親、お父さんお母さんがね初めて体験してくれたっていうことと、これはまあすごい初心者の人でもできるようになったって僕の中で自信があったのでね、プレゼントさせてもらったことと、あともう一個はね、小学校、長野県の小学校の多分15校送ったから全学年かな、4月頭に導入していただきました。小学校の授業でね、3年か4年で蝶々の飼育っていうのは絶対あるんだけど、やっぱり先生が用意できるのってね、アゲハチョウが、よくてアゲハチョウ、普通はモンシロチョウとかになっちゃいますね。それはまあまあ用意、先生がさえまだ用意するの無理で、で、代わりに僕がさせてもらえたらなと思ってるんだけど、なぜアサギマダラがいいかというと、やっぱり美しさとかね、いろんなこの変化の激しさ、キモい、キモい幼虫からね、美しいサナギになって、またもっと美しい蝶になるっていうのはね、やっぱ超絶なんですね。それを子供の頃に体験したら、自然の美しさ、自然が少なくとも汚いとか、ね、そういう思う感情はなくなると思って、なんか自然との距離がぐっと縮まると思ってるんですね。だから最初に体験してほしいと思ってます。そういう意味で、全小学校に導入できたらなと思ってるんだけど、初めて小学校、全学の1個の学校だけど、まあまあちょくちょく私立はね、一クラスとか幼稚園とかあるんですけど、多分公立の学校ですね、導入していただきました。 PTA のお母さんに言っていただいてね、ありがとうございました。それがすごい嬉しかったです。これからも人と自然をつなぐようなね、驚きを楽しく発信していけたなと思いますんで、あともう春になってきたからね、ちょっと西原から冬寒すぎて参ってたんですけど、そろそろ更新頻度も高めていきたいなと思います。でもやっぱりね、週2回とか1回とか難しくて不定期になってしまうので、ぜひこれを機にチャンネル登録していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画で See you。 稲刈りちゃうわ、雑草の音うるさい、雑草刈りのおじさんうるさいけど、まあしゃあない。